まったっす。どうしたんだ？朝日様じゃないっすか。ちょうどいいところに来てくれたっす。実は。なるほど、コピー DVD を売りさばいてる連中がいるのか。最近になってまた出現し始めたっす。本当は自分が成敗したいんすけど、仕事で無理っす。だからお願いっす、自分の代わりに成敗してほしいっす。秋葉原の平和を乱すものを放っておくことはできないっす。ま、ナナの頼みならいいよ。ま、マジっすか。だけど成敗って一体どうしたらいいんだ。もし危ない目に遭いそうになったら、牧島一家の名前を出せば大丈夫っす。牧島一家。バックには牧島一家がいる。じゃなくて牧島一家のお使いだと言えば大丈夫っすよ。ん？とにかく大丈夫なんす。秋葉原の街を回って怪しい雰囲気の人を問いただしてほしいっす。できれば違法コピーの出所も突き止めてもらえると助かるっす。さあ、ちょうどいいところに来たね。アニメとかに興味ないかな。え、もしかして。ほら、最新アニメの DVD だよ。とっても安いんだ。1枚買ってかない？すみません、パッケージを見せてもらってもいいですか？パッケージはないんだ。その代わりどこよりも安くしておくよ。ってことはつまり、どうかな、今だけ特別、3枚で2000円で構わないよ。これ違法コピーですよね。ちゃ、めんどくさいガキだな。やっぱり違法コピーだからどうした。こんなに安く売ってやるんだ、慈善事業だろ。で、買うのか買わないのか、どうするのか、さっさと決めろって。うわ、俺、牧島一家のお使いで来ただけなんです。だから買うとかそういうのじゃなくて。え、ここは牧島さんの島なのか。それはすまない、今回のことは忘れてくれ。え、逃げたって出所聞けなかったな。よし、次はちゃんと聞かないと。っていうか、牧島一家って何なんだ。そこの君、アイドルとか好きじゃないから。え、アイドル。そうそう、アイドルだよ。ライブ DVD が格安で販売中なんだ。それってもしかして。ほら、どうかな。パッケージはないけど中身は高画質だよ。その DVD 一体どこで手に入れたんですか？友達から安く仕入れたんだよ。その友達ってどんな人なんでしょうか？探りを入れてんだか。うわ、
お前、どこなもんだよ。一体誰の差し金だ。牧島一家の。え、すまん、俺のことは忘れてくれ。だから牧島一家って何なんだよ。奈良に確認しに戻ろう。逃げてったけど。さすが朝日様っす。すごいのは俺じゃなくて牧島一家っていう名前だと思うんだけど。行く。牧島一家って一体何なんだ。なんか出したらいけない名前な気がするけど。そんなことないっす。ほら日曜日のアニメでもあるじゃないっすか。牧島さんっす。気のいい大家族のおばちゃんっす。それ探しましたよ、お嬢。なお嬢って、奈良のことか。こんなところにいらしたんですね。さあ、早く戻って。朝日様、逃げるっすよ。あ、おい、奈良。どこか人通りのない路地裏に逃げるっす。これか星っち、二つ名を名乗るっち。はあ、逃げ切ったっす。危ないところだったっすよ。さっきの男は誰なんだ。それはっすね。見つけましたよ、お嬢。お嬢、すぐに戻ってください。このままじゃ自分は戻る気ないっすから。だから放っておいてほしいっす。ですが。それに自分はお嬢じゃないっす。愛と平和の七尾七っす。朝日様、もう一丁逃げるっすよ。あ、おい、七ってば。ナナ、あの男は一体誰なんだ。すごい必死だったけど。それは話したくないのか。まさかこんな場所で出会うなんてな。今度は誰っすか。忘れたとは言わせない。俺はあそこで敗北してから血と汗がにじむほどの修行を重ねてきた。どこのことっすかね。しらばっくれるつもりか。そんなの地下と。朝日様、さらに逃げるっすよ。もう何がなんだか。休憩ポイントっち、おいらは疲れたっち。早急に入るっち。オイラは留守番でいいっち。今度こそ大丈夫っす。なんだか付き合わせてすまないっす。ほんと意味わかんないってな。あ、地下島ってなんだ。
あれっすよ、チカトーっす、チカちゃんトーストっす。あそこって言ってた気がするけど。チカちゃんちのことっす、秋葉原で有名なチカちゃんっす。ごまかしてんのバレバレだから。ごまかしてないっすよ、チカトーうまいっす、ケチャップミルク最高っす。わかったよチカトーは。それじゃあ牧島一家って何なんだ。え、どうして知ってるんすか。ああそっか、ナナは前のことを覚えてないのか。誰から聞いたんすか、牧島一家のことどこまで知ってるんすか。お嬢の口からまさか牧島の名が出てくるとは。ラララ。お嬢、いい加減戻ってきてください。親父さんが。それ以上は言語道断っす。ここで話したら容赦しないっすから。ですがお嬢。もう仕方ないっすね。朝日様、少しだけ離れてくださいっす。ここが今日の戦場みたいっす。おい、ナナ。容赦しないっすよ。まずは拳で行かせてもらうっす。冗談政権好きっす。もう止められないっす。牧島流奥義、極道晴天のきらめける波動砲。参りました。無益な戦いで拳を汚してしまったっす。うおー、すっげー、あんな技初めて見たよ。かっこいいです。まさかアクション映画の撮影。マジかよ、バトルメイド諸星蓮の実写化か。目立ちすぎちゃったっす。だけどこの人大丈夫なのか。さすがお嬢です。あえて急所を外してくるなんて。なんだ、大丈夫か。これに懲りたらもう諦めるっす。自分はお嬢じゃなく七尾七っすから。ですが。自分は仕事に戻るっす。朝日様、付き合わせて申し訳なかったっす。いや俺はいいんだけど。それじゃありがとうでしたっす。お嬢待ってください。一体何だったんだ。っていうか七のやつ確か。もう止められないっす。牧島流奥義、極道晴天のきらめける波動砲。牧島流奥義ってなんだ。朝日様じゃないっすか。今日もいい天気っすね。こんな日は海にでも行ってバカ野郎って叫びたいっす。あれ、このタイミングってことは。探しましたよお嬢。ななああやっぱり。こんなところにいらしたんですね。さあ早く戻って。朝日様、逃げるっすよ。ごめんなさいおじさん、俺とりあえず一緒に逃げますね。待ってくれ。ここなら大丈夫だろう。きっと追いかけてこないはずだ。どうしてわかるっすか。俺は何でもわかるんだ。ナナが牧島一家だってこともな。なんですか。なあナナ、牧島一家って一体何なんだ。全部知ってるんすか。いや全部は知らない。だからちゃんとナナの口から聞きたいんだ。そういうことっすか。話してくれるか。誰にも言わないって
約束してくれるっすか？あ、約束する。ありがとうっす。自分の本当の名字はマキシマっす。七尾七は冥道してる時の仮の名前なんす。それじゃあマキシマ一家っていうのは？表向きは空手道場、そしてその本当の姿は極道っす。極道？だからあの時みんなマキシマ一家の名前にビビって。それじゃあナナは？そう、自分は極道の娘っす。そうだったんだな。自分普通になりたかったっす。だから家を出て今の仕事を始めたっす。それじゃあ家には？もうずっと帰ってないっす。それじゃあナナを探し回ってた男は？どうも、マキシマ一家の若頭です。どうやら見つかっちゃったみたいだな。朝日様、逃げるっすよ。お嬢はそうやって逃げ続けるんですか？それは、こうしてお嬢が逃げ続けている間、親父はずっと一人で苦しんでいるんです。あんなの親父じゃないっす。どうか親父に会ってやってください。もうずっと入院しているんです。どうすか？やはりお嬢には連絡が行ってなかったんですね。今マキシマ一家では内部抗争が起きています。療養中の会長の座を狙った傘下の組長たちが。なんだよ内部抗争って。だからどうか親父に会ってやってください。そしてマキシマ一家を継ぐ意思をお願いします。お嬢、その内部抗争はどこで起きてるっすか？どこって、それは秋葉原なんすか？はい、そうです。だったら話は別っす。この争い自分が終わらせるっす。それじゃ親父の後？それとこれとは別の話っす。まずは内部抗争を終わらせるっす。秋葉原のどこで揉めてるっすか？場所は駅前広場です。それだけ分かれば十分っす。朝日様、今までありがとうっす。ナナ、この秋葉原で朝日様と出会えてとっても楽しかったっす。七尾ナナを受け入れてくれてとっても嬉しかったっす。それじゃあ自分行ってくるっす。待てって、俺のこと勝手に置いてくなよ。連れてってくれナナ。役に立てるかは分かんないけどな。朝日様、それじゃあ行こうぜ。了解っす。やんのか？マキシマ一家を仕切るのは土田組なんだよ。いいや、岩間組の方だ。てめえらは小銭でも稼いどろよ。なんだと？やばい、一触即発だ。自分行ってくるっす。土田組を引っ込んでろ。つうか、さっさと潰れちまえよ。岩間組こそマキシマ一家の恥さらしだ。てめえらまとめて潰してやるよ。この勝負、自分が預かるっす。その声は、お嬢。どうしてこんな場所に？どうして？そんなの、答えは決まってるっす。自分は、愛と平和の冥土、七尾七だからに決まってるっす。お嬢が、七尾七？そうっす。自分は冥土の七尾七っす。だから秋葉原を守りにここに来たっす。秋葉原で争うなんて見過ごすことはできないっす。ですがお嬢。お嬢じゃねえって言ってんだろ。ったく、おめえら恥ずかしくねえのか？こんな場所で喧嘩しやがってよ。違うんですお嬢、父田組の奴らが先に。男が言い訳してんじゃねえよ。ここはおめえらの居場所じゃねえんだ。ここはな、
みんなの夢が集まる街だ。そんな街で争ったりするんじゃねえよ。文句のあるやつはかかってこいよ。10秒で沈めてやる。お嬢、申し訳ございませんでした。反省します。これで終わりだな。自分のメイド人生も終わったっす。たくさんの人に見られちゃったっすから。ああ、それだったら気にしなくても大丈夫だぞ。どうしてっすか？それは私から説明した方が早いな。シャリコさんじゃないっすか。よ、元気か？え、知り合い？シャリコさんは昔からマキシマ一家に出入りしてるヤバいっす。バイヤーな。あとついでに親父さん直しといたから。マジっすか？大金を積まれたからな。特効薬の開発なかなか大変だったぞ。すげえな。それと親父さんから伝言がある。今地もついでについてこい。どこに行こうすか？中央通りの地下通だよ。ここだ。ここが地下と。シャレコさん、まさかすけど。親父さんからもらった報酬でここを買い取らせてもらったんだ。ついてきてくれ。おい、ここはなんだ？地下通っす。そう、地下闘こと地下闘技場だ。はあ？だから安心しろ。お嬢はここで雇ってやる。親父さんからのことづけでな。お嬢がメイドを辞めることになったら面倒を見てほしいと頼まれているのだ。いや、だから俺が言いたかったのはそういう話じゃなくて。ここでなら人目を気にせず戦っていいぞとのことだ。別に戦いたいわけじゃないっすよ。暇人も自由に使っていいぞ。ただエントリー料は払え。いえ、お断りします。そう遠慮するな。それなりの報酬が与えられるぞ。というわけで二人ともよろしくな。だけどナナは明日になったら。安心しろ、別の店員も用意してある。彼に話しかければいつでもエントリーできるぞ。いや、だからしないって。メイドに戻りたいっす。こんな場所、自分の居場所じゃ